般若心経はなぜ難しくなったか。般若心経が難解だ、般若心経が分かりにくいという人がたくさんいます。5冊も10冊も般若心経の解説の本を読んだけれども、分からない、理解ができないという人がほとんどです。実は般若心経の解説本が多くの場合、現在の仏教的なものを前提として般若心経を解説するところから難しいものになっているように思えます。現在の仏教的な状況というのは、例えば寺社が合格祈願をするとか良縁祈願をするとか、そういうふうに思いを叶える、思いを強く持って実現させなさい、努力しなさい、頑張りなさい、強く願いを言いなさいという立場に立っているからです。もともと釈迦は、人間の悩み苦しみは思い通りにならないことから来ているのだということを見抜いたのでした。そして思い通りにしようとしなければ悩み苦しみがないでしょう。それを後世の人に伝えれば、それを理解した人が悩み苦しみをなくせると喜んだはずなのです。ところが、いつの間にか仏教寺院の一部ですが、思いを持ちなさい、そういう思いを強く持つことで願望を実現するんだ、実現してほしいと一生懸命祈願しなさい、お祈りしなさい、お願いしなさいとお願いする場へと変わりました。ごまぎを売って、ごまぎに希望を書かせて、ごまぎを炊いて、その売り上げで寺院が潤うというようなシステムを作り上げました。願いや希望を聞いて、それを叶えてあげようというシステムが世の中にあっても別に構わないと思うのです。しかし本来の仏教は、しかもその仏教を伝える本職の僧侶は、本来それをやるべきではなかったのかもしれません。思いを持ちなさい、思いを強く持ちなさい、夢や希望を一生懸命持ちなさい、思いをかきたてなさい、自分を叱咤激励しなさい、上昇志向を持ちなさい、目的を持ちなさい、達成目標に向かって一生懸命やることなんです。そのために仏教寺院を利用しなさい、仏教寺院にお祈りしなさい、仏様におすがりなさいという形で、仏教寺院は夢や希望を叶えるところに変貌していきました。本来
仏教寺院がお釈迦様の教えを伝えるのであれば、そういう思いを持てば持つほど苦しくなるのですよ。辛くなるのですよ。執着を捨てて楽に生きたらどうですか？と提案をしてあげるところでした。ですから、昔は仏教の僧侶の中で一休さんや良寛さんがすごく高く評価されたのです。思いを持たず、すべて受け入れて、すべてに笑顔で淡々とというような生き方が本来の僧侶の在り方として高く評価されたのでした。現在の仏教寺院は一部ですが、夢や希望を叶えろ、強く思いを持て、目標を達成しなさいというふうに煽り立てています。そういうことを前提にしている結果、般若心経を紐解くときに、本来は論評、評価や自分の思いがあるから苦しいのでしょう。そういうものがなければ、あれもないでしょう。これもないでしょう。もともとないでしょう。ないでしょう。というふうに解説をした。般若心経の意味が解説できなくなってしまいました。夢や希望を語りなさい。夢や希望を持ちなさい。それを実現するために、仏様の力を借りて、実現させてあげるのですよ、という仏教寺院に、遠慮しながら、般若心経を解説しようとすれば、当然のことながら、ものすごい矛盾を持ち込みながら、解説することになります。そこに気を使いながら般若心経を紐解いていたのでは、本質は多分伝わらないのです。どのような結果になっても、たとえどのような大学に受かろうとも、あるいはどこも大学に受からなくても、その結果が自分が受け入れるべきものだというふうに思えたならば、人間は苦しまないで済みます。釈迦は、受け入れることが楽になる方法なのですよ。自分自身が一番楽になるのですよ、と般若心経の中で伝えていました。すべてが空なり、自分の論評、評価、思いが結局全部自分の煩悩や苦悩につながっていると、釈迦は後世に伝えたかったのです。